イオン結式ディフューザーを交換するにはラレスディフューザーレンチ10342が必要です。ディフューザーを取り外すためディフューザーレンチを使用し、ディフューザーの溝とレンチの柱部分を直線上に並べてネジを緩めてください。ディフューザーがヘッドから外れるまでレンチを時計回りに回します。新しいディフューザーを装着するため、ヘッドとディフューザーの表面をきれいにします。新しいオーリングをディフューザーに装着し、スレッドをヘッドの中に入れ、適度に締めます。レンチを固定し、ディフューザーを時計回りに回します。レンチを反時計回りに回し、ディフューザーを固定します。